え、あ、にゃ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 、急に出てきてびっくりした。実況を撮る、実況を撮るさ、準備してたけど、まさかこれがいきなり来るとは思わなかった。にゃー、いきなりジョニーが倒れてるやんけ。ジョニー、アップできたよ、ジョニー。バージョン 1.20、オッケー。集まれ、動物の森。はいはい、やってきました。散らかってるワールドに、やってきました。はい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 。はいはい、来ましたけど。来ましたけども、日付はですね、4月24日金曜日、アップデが終わった翌日の、AM 3時32分という深夜につけました。まあ、深夜につけたので、もしかしたらば、アップデされてないのか？これはどうして何も始まらぬ？ちょっと待って、いきなり、なんか、熱盛止まっちゃってるわ。やることが。ちょっと待って、住民全員寝てるぞ。みんな寝てるぞ。まあ、朝だからね。しかも雨降ってるから天気悪いし。え、どうしよう。ちょっと、たぬきちのお家行きますか。いや、今、部屋汚いっていうか、島めっちゃ汚い。散らかりすぎてる。硬そうかな。あ、たぬきち。アップできたんでしょ、たぬきち。おい。まあ、ちょっと座ってみよっか。なんか、たぬきちではなく、つねきちが来るみたいな。つなぎさんいらっしゃいだな、もう。はい。ちょこちょこ、お知らせしたけど。期間限定で、たぬきマイレージプラスがアースデーキャンペーン仕様になってる。おお！これなんですよ。これ、アースデーキャンペーンっていうのが、4月23日から、5月の、忘れちゃったけど、なんか5月の最初の途中まで、なんか、たぬきマイレージが、ちょっとね、変わるみたいなんで。自然に優しい行動を心がけると、いつもより多めにマイルが溜まる。つまりあれだな。お花に水あげたり、木を植えたりですね。むすいよ、文字が、たぬきち。もちろん、アースデー期間じゃない時も、普段からエコな島民でいてほしいと僕は願っているんだけどね。むすいよ、もっと強調していった方がいいよ。まあ、とりあえず、アースデー仕様にたぬきマイレージ変わったみたいだから見てみよう。5月4日までか。何が変わってる？何が変わった？あ、でもこれあれか。自然系がないのか。今。自然系が来たらかける何倍とかなのかな？それともマイルが溜まってるのかな？これなんかやってみたらわかるか。何これ。お預け入れの金利を引き下げることにしました。え？お預け入れの金利を引き下げることにしましたってさ、銀行の利子がつかなくなったってことでいいよね。やだよ。どうやって決めたのこれ。上の人が決めたのか、たぬきちより上の人が。そんなもらえるのか金利って、そもそも。今日の服の気分は、何がいいかな。雨が降ってるよね。レインコートとかあったら着たいけど、今日どうしようかな。雨っぽい格好。あ、ランニングパンツとかいいですね。はい、着替えました。今日はね、ファッションを表すと、運動系。運動系かな。フィットネスで着るようなタンクトップと、あとね、ちょっと端も邪魔だな。お尻が、ハーフパンツかな？ハーフパンツにして、ちょっと野球っぽい靴下を履きまして、さらにその上に雨が降っているから、デビルの被り物をつけました。なんかダサいね、本当に。これ。今日はね、5つ作ると、マイレージがかける5倍でもらえるから、犬小屋作るか。よし、5個作ったから、マイレージをもらえます。とりあえずかける5倍のをやったわ。750もらった。美味しいね。来てる来てる来てる！これだ！華々しく花を飾ろうキャンペーン。え、花植えるだけで750だ。マイレージ。すげえ !150 のかける5だもんね。花は飾ったらいいらしい。溜まった。こんなすぐ溜まっていいのか。え、溜まってる溜まってる。え、美味しくない？これで750って。やばー！アースデーすげえ。すげえよ、アースデー。やばいよ、アースデー。エコな暮らしに取り組んでみてくださいね。だって。
今日のアースデーは低木の苗を植えてみようだって。え、低木の苗って新しく出たやつだよね。これ持ってないわ。苗を植えるのと、花を咲かせる。経済、なんか買えってことか。これじゃあいっぱいやってマイル稼ぐか、今日は。よしよし。よし。じゃあまず化石を持っていこう。生垣ってどうやって手に入るんだ？生垣。新要素だな、生垣。欲しいね。あれよな、雷さんちの家、ドラえもんで出てくる雷さんちの家の盆栽みたいな感じだよね。あれ、のび太がね、野球のボールいっぱい入れて壊すんだよね。で、毎回怒られるっていう。もうドラえもん好きでめっちゃ見てたわ、生垣。あと、盆栽って言ったらあれだ、のび太のお父さんもやってた気がする。パパの盆栽。パパが盆栽好きだった気がする。あれ？それサザエさんかな？盆栽壊すのサザエさんかもしれない。ちょっと待って。カツオくんかな？波平のカツオくんが壊すんだ。なんか話がそこら辺混ざっちゃってるわ。君は誰？レイジ。やあ、どうも。あなたはこの島の人？うなぎだよー。うなぎだよ。そうなんだ。僕はレイジって言うんだ。よろしくね、うなぎさん。知り合いの豆吉さんがここでお店を始めたって聞いて遊びに来たんだ。あれか、商業仲間か。ホッケフ島って豆吉さんたちが引っ越してくるまで無人島だったんでしょ？草虫にも大変だろうし、島づくりのためにお花の種なんかもたくさんいるのかなと思うから。珍しいお花の種や綺麗なお花を咲かせる低木の苗を時々売りに来ることにしたんだ。低木ってこれか。え、さっきマイレージであった低木ってこれだよね。低木っていうのは季節ごとにお花を咲かせる背の低い木のことだよ。これ盆栽って言ってたやつだ、俺が。これが盆栽か。で、この人から買うんだ。ツツジ。今日はツツジらしいです。じゃあツツジを買いますか。低木を植えるとマイレージも上がるというので、今日はマイレージをたくさん上げていきましょう。ツツジ、あ、ツツジこれか。これが低木か。これ買います。そしたら5個。5セットずつ買おっか。全部。ツツジを買いました。あ、ありがとう。他にも何か。これも5セットいいか。ピンクの方。両方なんか俺にはピンクに見えるわ。薄いピンクとピンクか。金木犀も買おうかな。羊と金木犀。ちょっとお金がね、足りるかわかんない。今3000円しか持ってないから。ギリギリ買えるかな？あ、ギリギリ買えるね。マジでギリギリだな。ギリギリでカツカツよ。もう私生活と一緒よ。じゃあちょっと苗植えてみよっか。苗植えるだけで1000だよ。どこでもいいけど、もう散らかってるからどこでもいいけど、どうせならね、人目のつかないとこ、あえて人目のつかないとこにしよっか。普通こういうのはみんなが見るからね。見やすいとこ置くんだけど。てかマジで散らかってんだよ、俺のワールド今。早く掃除した方がいいよね。掃除したいんだけどね。いつしようかな？いつしようかなって考えていつもしない。だから俺のお部屋も、リアルなお部屋も、汚くなっちゃうんだよ。はい、植えていきます。5個植えていきます。あ、3個でよかったもしかして。まあいいや、もう。5個買ったし。掃除の生放送今度しますか？また。あのね、週に1回汚れるからね、俺の島。来たー。来たぞー。200×5 で1000ゲット。もう金ないから、一回、4000円下ろすか。あ、でも10万あるのか。つまり2万2000円下ろそう。毎回銀行で下ろす金額、2万2000円なんだよね。これよくわかんないけどね。なんかどっか行こうって時に、お財布にとりあえず入れとく金額が2万2000円っていう。なんでだろうね。あ、博物館。博物館美術品。これもね、アップデートで追加されたやつだ。船吉のお店から美術品を買えるっていう。はい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 。とりあえず化石を鑑定してもらえますか。ちゃんと持ってきてますからね。5個でいっか。めんどくさいし、5個だ。これ全部鑑定。何でも鑑定団。結果は ?1、10、100、1000、万、10万、100万、100万アイアンウッド作れる。これ作って売ろう。作って売るなんて。
商売だ。商売をしているおじいさんとおばあさん。おじいさんは山へ芝刈りに、おばあさんは川へ洗濯に行きました。おじいさんとおばあさん。意味がわかんねえもん。いっぱいあるぞ。うわ、高い！めっちゃ高いやん。アイアンウッドのおかげか。すげえ高かったぞ、今。で、これ溜まるでしょ？あれ？高額買取って、アイアンウッドじゃなかったっけ？ね、違うの売っちゃった、俺もしかして。間違えた。俺間違えたかもしれない、高額買い取り。あれ、木製のテーブルと、あともう一個あったんだけど、なんだっけな。ちょっともう一回見よう。間違えちゃった。アイアンハンガースタンド、全然違うわ。木製サイドテーブルと、アイアンハンガースタンドね。ごめんなさい。ちょっと間違えてね、売っちゃった。オッケーオッケー、ちゃんと作ろう。アイアンハンガーテーブル、これ？これ？違う、持ってないんだけど。え、持ってないの俺、もしかして。あ、これだ！アイアンハンガー、これだ！これでいいんだ。これ一個売ればいいか。ね、一応木製サイドチェスト。サイドチェストじゃない。サイドチェストは違う。結構お前ら溜まってない今。もう一回一括で手に入れたい。おじいさんとおばあさん。で、これで高額買取を売ると。俺初めてかも、高額買取売るの。はい。ごめんなさい。さっき間違えてしまったので。まあ、こちらを納品させていただきます。アイアンハンガースタンド。4500円は高いね。売ります、売ります、売りますとも。で、これでいいのか。これで溜まると。今3個溜まってる。で、マイルを使うのだとパチンコだ。でもなんか皮肉だよな。マイルを200貯めるのに500使うのって。パチンコ来た！パチンコ来た！やばい、10分待ってた。マジで10分待ってた。放置してたけどさ。やっと来た！嬉しい。嬉しいよ。どれだよ。これだよ。一応見とこう。ソフトクリームランプ！飾ってみよう。あ、すごい！てか緑かい！な、抹茶アイスかい！俺抹茶食えねえんだよな。ジミー？ジミー。バッタがジミーのとこに寄ってってる。あ、追いかけてる、ジミーちゃん。やばい、バッタ3匹いる、ここ。ジミー、ここバッタだらけだ、この島。よーし、ここ溜まったぞ。全部受け取りまーす。被るのかね、アースデーのキャンペーンは。来ない。あれ、来ない。何にも来ないぞ。あれ？アースデー来ないよ。おいおいおい、アースデーの意味がねえじゃねえか。これ来づらいよ、もしかして。全然1個も来なかったよ。なんか調べたんですけど、アースデーね、1日1個しか来ないらしい。俺ずっと来るもんだと思って貯めてたんですけど、1日1個だったらしい。ダメじゃん。